はい、皆さんいかがだったでしょうか。トロンボーンアンサンブル、今まで4つのパートのアンサンブルをご紹介させていただきましたが、この後はさらに大編成での曲がラストに続いていきますが、まず1曲目ラプソディ、ボヘミアラプソディ、失礼します。あれは昨年ですかね。昨年ですね。映画になりまして、多分ご覧になられた方もたくさんいらっしゃるんじゃないかなと思いますが、あのイギリスの、ね、有名なクイーンというロックバンドのフレディ・マーキュリーという方のですね、ボーカリストの、まあ、自伝というような形での、ね、演奏がありました。今回ですね、演奏させていただく、ちょっとですね、かなりちょっと視界の位置がだんだんね、寄ってきておりますけれども、今回演奏させていただくのも、そのボヘミアン・ラプソディというタイトルでありますが、まあ、クイーンの名曲の数々をアレンジして組み合わせたものになっているんですよね。なってません。なってません。ボヘミアン・ラプソディです。だけですね。中学校の吹奏楽とかね、オリジナル楽器で、なんとかやっていこうというところ